こんにちは。僕の名前は二酸化炭素。大昔からこの地球にいるんだよ。僕はいつもみんなの身近にいて、そしてどんどん増えているんだ。例えばお家で火を使って料理をした時、ガソリンを使って車を動かした時、電気を使った時などに生まれて増えているんだ。そうそう、みんなが息をした時にも出てきてるよ。でもこれまではたくさんの森の木たちが僕たちを吸い込んでくれていたから、そんなには増えすぎることはなかったんだ。しかし君たちが森を切って町に変えたり、たくさんの製品や電気を作るために工場や火力発電所を建て始めたから、森の木が吸い込みきれなくなって僕たちがどんどん増えているんだ。人間が快適で便利な暮らしを実現していくと、僕の仲間がどんどん増えて熱を溜めてしまい、地球を温める温暖化を起こしていろいろな影響を与えてしまっているんだ。地球の気温が上がると、今までに体験したことのない異常気象が起きたり、北極や南極の氷が溶けて海水面が上昇して陸地が沈んだり、たくさんの生き物の生存が脅かされたりすることが心配されているんだ。え、そうなの？地球がどんどん住みにくくなっちゃうな。でも今の生活を変えずに温暖化って防げるのかな？どうしたらいいんだろう？わしがいい方法を教えよう。二酸化炭素を増やさない方法を考えればいいのじゃ。え、博士、二酸化炭素を増やさないってどういうこと？それは簡単。二酸化炭素をリサイクルすればよいのじゃよ。まずは二酸化炭素を回収しよう。そして風力、太陽光などの再生可能エネルギーを使って水から水素というものを作るのじゃ。水素は水の素と書くぐらいだから水から取り出すことができるぞ。実はこの宇宙で一番たくさんある物質なんじゃ。そしてこの二酸化炭素と水素を合成してみようじゃないか。いいかい、よく見ているんじゃよ。じゃーん。我々が毎日使っている都市ガスの原料メタンに変身じゃ。博士、回収した二酸化炭素で都市ガスが作れちゃうってこと？リサイクルってすごいね。そうなんじゃよ。この回収した二酸化炭素と水素を合成することをメタネーションというのじゃ。そして作ったメタンは都市ガスになって再び家庭などで使われるというわけじゃ。だから今使っているガス器具やガス管などの設備がそのままで環境に優しい生活ができるということじゃ。このように排出した二酸化炭素をどんどん回収してまた燃料に変えて使えば二酸化炭素は増えないという仕組みなのじゃよ。他にも二酸化炭素のリサイクル技術はプラスチックなどの化学製品やバイオ燃料、コンクリートなど様々な分野で研究されているんじゃ。このように温暖化の原因とされてきた二酸化炭素を逆に資源にして再利用することで二酸化炭素の排出を少なくする考え方をカーボンリサイクルというんじゃ。博士の言う通り、今世界中で僕をテーマに今の生活を変えずに地球に優しい未来を実現しようと努力しているんだね。近い将来、僕はただの温室効果ガスじゃなくて資源として役に立てる日が来るんだ。博士、ありがとう。そんな中でガス業界も皆さんの暮らしを変えずに地球環境をきれいに保つためメタネーションなどの技術開発に力を入れているのじゃ。皆さん、これからも応援よろしく頼むぞ。